こんばんは。頑張ってください。こんばんは。ちょっと高かったかな、カメラの位置。そうでもないか。ちょっと。こんばんは、こんばんは。皆さん、こんばんは。ポニーテがボソボソで言ってた。こんばんは、こんばんは。オンラインチェキ、オンラインチェキ、サイン会。よし、すごい、なんかさ、クリスマス仕様になってる。かわいいね。めっちゃかわいい。今日はクリスマスイブイブだと思ったらイブイブイブらしい。間違った。え、今日22なのか。ずっと3だと思ってた。あぶね。こんばんは、こんばんは。はじめまして、こんばんは。初めてじゃないじゃん。こんばんは。かゆいかゆい、こんばんは。かゆいかゆい。はい、というわけで本日はオンラインチェキ会というわけなので、サインをしていきたいと思います。あ、でも開けない。あ、開けた。でかっ。こんばんは、こんばんは。イブイブは明日やね。明日やったよ。今日はイブじゃなくて、今日はイブイブイブです。なんか街がさ、クリスマスではにぎやってにぎにぎかにぎやだね、にぎやかになっててさ、クリスマスだと思っちゃったもん。はじめまして、お約束みたいなもの。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ早速書いていこうかなと思われます。村井さん、雪ありがとう。綺麗。じゃじゃん、おニューのカラーペンを購入しました。ドンキーホーテです。めっちゃよくない？これでサインしていきたいと思います。365日クリスマスみたいなもんよ。どういうこと？そういうこと？どういうこと？じゃあ365日みんなクリスマスだよ。ちょっと待って、青サンタ下に来てるのは見なかったことにして。しすげえ、マッキーじゃん。すごいでしょ。ドンキーホーテだよ。それでは早速始め、なんか今日ね話したいこといっぱいあるんだけどね、だからパッて書く。ちょっと先にやっちゃうわ。はい、というわけで、青さんと見えた、見ないで。はい、というわけでサインしていきたいと思います。まず一人目はたかしに。ラッピーのステージ素敵なので目で追っちゃいます。また遊びに行きますね。ありがとう。たかしにいますか？あ、いるね。ぜひはーいとお願いします。アンキーだるま、ありがとう。お仕事用マッキー、黒なくなったからください。やだ、リアもこれなくなったからばっか。はーい、いるいる。ありがとう、たかしに。たかしにはデコ1枚頼んでくれました。で、何の衣装にするか書いてなかったから、青サンタにしました。青サンタは実はポニーテールをしているので、たかしにはポニーテールが好きなのかなと思って、ポニーテールをしてる青サンタにしました。ちょっと見えないんだけどね、写真じゃ。ありがとう。これをクリスマス仕様に可愛くデコレーションしてなのかなってあたり、おお、そう、デコレーションしてプレゼントしますので、プレゼント届きますのでお楽しみに。届くのはきっとクリスマスを超えた来月の、来年1月の終わり頃になっちゃうんだけどね。お楽しみに。ありがとう、たかしに購入してくれて。またぜひ遊びに来てください。お待ちしてるよ。ちょっとここに行ってこ。ありがとうございます。
それでは次の方に行きたいと思います。大大ポン、大大ポンいますか。匂いじゃん。本当そう、匂わないかもしれないって言ってたよね。なんかリア的にはあんまりさ好きくないんだけどさ、いいか、似合うって言ってくれたからありがとう。男の人はポニーテールが好きな人多いらしいから、またしますね。だ、大大ポンありがとう。大大ポンもデコ1枚サンの赤サンタで、じゃじゃん、赤サンタはツインテールです。届くのお楽しみにしていてください。ありがとう、1年お疲れ様でした。こちらこそ1年ありがとうございました。早かった、早かった。2番だよ。あ、このペンめっちゃいい。カットボックだから書きやすい。そう、ツインテール可愛いでしょ、可愛いでしょって自分で言うのも頭おかしいけど、そう、ツインテールにしてみた。なんかここにさ、リボンで白のポンポンついてんだけど、わかりにくいわ。ちょっとわかりにくいですが、ありがとう、来年ポン。来年もよろしくお願いします。今年も1年ありがとう。ありがとう、よろしくです。ありがとうございます。こちらも可愛くサンタ仕様にデコ頑張りますので、お楽しみに。次、モテギさん、モテギさんいますか。それ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 、ポニーテ可愛すぎる。あ、やった、ありがとう。はーい、いた、モテギさんありがとう。モテギさん今年も1年ありがとうございました。来年も仲良くしてね。こちらこそありがとうございました。来年もよろしくお願いします。モテギさんフルコンボです。ピンは 1,2,4,5 赤サンタ以外だね。ちょっとすみません諸事情がありまして、黒サンタがまだチェキを取れていない状況でございますので、黒サンタだけは後日サインさせていただいてもよろしいでしょうか。申し訳ございません。だから今日はちょっと3枚白サンタと、白サンタハーフツインです。青サンタはポニーテールです。そしてイルミネーションはイルミネーションです。お、サインしていきたいと思います。黒サンタ可愛く頼むね。了解しました。エチエチなのでエチエチに可愛く頑張ります。キャー。そして赤サンタはツインテールの赤サンタ、これはデコしときますね。はい、では書いていきます。ありがとうわーい、わらわらって言われた。今日も寒いですね。てかさ、昼間は若干暑い気がするのね。リラは暑いなと思って。サンタマジ可愛い。本当？やった、いちいち、そういちいちだよ。サンタのデコはクリスマスっぽくしてくれるの。そう、サンタのデコはね、頑張ってクリスマス感満載で頑張る予定。リラの腕次第できるかな、頑張るよ。最善、あの全力尽くします。全力を尽くさせていただきます。そうなのよ、この青サンタめっちゃ可愛い。にゃんにゃんから借りたんだけど、激カワなの。よかった、だからサンタ選んだのよね、デコ。あ、分かってらっしゃる、任せてください。可愛くデコデコしますよ。よいしょ、
白は何で書く？なんかいっぱい色のペンの色増えたからさ、書くのが楽しい。黄色とかは見えないもんね。でもオレンジというものができたので、これオレンジ見えにくいんだよな。でも白の色からだったらいける気がする。あ、いける、濃いじゃん意外と。珍しい色使って、色珍しい、いつも絶対に使わないオレンジを使った。チェキにサイン書くときにオレンジはね薄いのよね。だからねいつも使わないんだけど、これは目立つオレンジ。てか細くていいねペン、これめっちゃ良いよ。よいしょ。じゃあもう一個の珍しい色、黄緑。あ、黄緑かわいい。かわいいな。そういえば去年のサントブルダマイドも届いたの1月だったの思い出した。嘘、ほんと？そっかそっか。じゃあ毎年リラサンタが届くのは来年翌年の1月ってことか。へっへ、遅れすぎじゃん。サンタじゃないじゃん、もう1月に届いたら。よいしょ、できました。ありがとう綿毛さん。びっくりした、くっついてるかと思った。ありがとう、届くのお楽しみに。見えないようにブラブラしブラブレマシさせてます。今日日本語おぼつかない、ダメだこれ。ありがとう、おくれんぼうのサンタクロースだね。そうだよ、リラはおくれんぼうのサンタクロースだよ。楽しみにしてるね、来年もよろしく。こちらこそ来年もよろしくお願いします。ありがとう。なんかさ、ショールーム格好ひどくない？どうしたらいいんだ。なんかさ、顔こけすぎじゃない？もうちょっと太ってるわ。これどうやってやるんだろう。これさ、今変えたらさ、りょうちゃんこんな格好したんかって言われるやん。やめてやめて、いっか、じゃあいいや、やめた。はい、ありがとうございます。よいしょ、大変、もうちょっとで終わっちゃう。じゃあ次、そう、話したいことあるんだね。次、村井さん、村井さんいますか？村井さん、なんかストーブ持ってきてさ、寒いからってストーブ近づけたら熱い。はじめまして、はじめましてじゃないじゃん。貯金マークついておらないぞ。貯金マークつかないのかな今。よいしょ、はーい、いた、村井さんありがとう。村井さんもフルコンボです。で、1、2、3、4、白サンタ、青サンタ、赤サンタ、イルミネーションがピンチキです。起きてます、よかった、起きてて、おはよう。で、黒サンタがデコチキなんですが、黒サンタは後日撮ってデコデコし、クリスマス仕様にデコデコしておくのでお楽しみにしててね。前髪がさ、ここで分かれてんだよね。変、気にしないか、お楽しみに。うん、お楽しみにしてて。では書いていくよ。
ありがとう森さん、起きててくれて。こんな遅いから寝ちゃっているかと思ったよ。いつも温泉行き遅い時間だもんね。気にせん。ああよかった、ありがとう。この赤サンタさ、ちょっとエチエチなの。でもエチエチっぽくは撮ってないから大丈夫。この赤サンタめっちゃ可愛いね。去年に買ったの。めっちゃ可愛くて、ちょっと高かったんだね。やっぱ高いものって可愛いよね。可愛いわ。よいしょ。配信は頑張って起きる。ありがとう、起きててくれて。ちょっと暑い。起きたら寒いかな。よいしょ。あ、ピンクにしようかよかった。みんなも眠いよね。週の今日は真ん中です。でも日曜日から始まるらしいから、日月火水木金土、日月火水真ん中か、真ん中じゃないか、真ん中っぽいよね。真ん中っぽいよ。水曜日って週の真ん中ってイメージなんだけど、リラはちゃうのか。よいしょよいしょ。今日さ、なんか寝起きみたいな顔してんのに、ちょっと、まあ、寝てたんだけど。なんかさ、最近さ、夜ご飯をさ、ちょっと食べた、ちょっととか最近とか、いつもか、夜ご飯食べたらすぐ眠くなるんだけどさ、それってリラだっけ、それともみんなも眠くなる。なんか秒で眠くなるの。お腹いっぱい、よし眠いみたいな。あー、村井さん、おんばんありがとう。みんなも眠くなる。リラも豚になっちゃうかもしれないぐらい眠くなる。大変じゃない？なんでなんだろう。睡魔が襲ってくんだよね。バブじゃん。バブかもしれん。バブなのか。バンボー聞いてるから余計食後眠い。あー、それがな。待って、食べたら眠くなるの。年取るとそうなりやすいかも。だってどっち、リラはバブなの、おばあちゃんなの。でも赤ちゃんも確かにさ、ご飯食べてすぐ寝るよね。でもお年取ってもそうよってことだよね。結局さ、年も赤ちゃんも関係ないということだ。リラ年取ったんかな。来年で23になります。いや、23だって。この前に20歳になったばっかりなのに。最近年取るの早いなって思うようになってきちゃった。それこそ写真撮ってる証拠だね。早いね、23。見えない。全然ほんと見えない。おばあちゃんの星担当ちゃんはバブばあちゃん。バブばあちゃん、これやばい。
バブバアおもちゃ好きそう、バブバアとか。みはらちゃんより年下に見える、嘘つけ。どういうこと、頭ってこと。それはそうかもしれない。おいおいおい、みよちゃん若いもん。ありがとう、励ましてくれて。みよちゃんはな、若くて可愛くてもう素敵。いつも見て若いなって思って。あと7年ワイドルできるねできるかな。7、30歳までやるってこと。中身はみはらちゃんよりてんてんてん。なんて失礼な。おいおい、リラってそんなにバカかな。みはらちゃん大人っぽいから見た目。あー確かに確かに。でもさ、無邪気にはしゃいでるとさ、あ、若いんだなって思うよね。確かに考え方とかも大人だもんな。ほんとあの子は素敵な子よね、大好き。素直ってこと素直ってこと。よいしょ、村井さんありがとう、できました。届くのお楽しみにしててください。ありがとう村井さん。よいしょ、で黒サンタを村井さんに。はい、ありがとう。次は千秋ちゃん、千秋ちゃん、千秋ちゃんいますか。さっきいたな、千秋ちゃんだよ。あ、いた、千秋ちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。千秋ちゃんがネイジュにハマってくれて嬉しいよ。ありがとうございます。いるよ、よかった、ありがとう。千秋ちゃんは白サンタさんです。じゃじゃん、こちらをお届けします。書く、書きだよね、書くね。びっくりだよね、本当に。よかった、ユキをこれからもよろしくお願いしますユキをこれからもたくさん愛してあげてください。ありがとうだよ、嬉しい、本当に。いっぱい遊びに来て、リアちゃんがいるから来たんだよ、嬉しい、本当ありがとうね。よかった、よかった、よかった、すっごい嬉しいよ。お友達と遊びに来て、こちらこそよろしくお願いします楽しい。もう千秋ちゃんとユキの会話を聞いたことないから聞いてみたいな。今度後ろでこっそり聞いとこうかないやだね話しにくってなるわ。面白い、ありがとう。よいしょ、千秋ちゃん友達連れてくる、連れてきて、恥ずかしいからやめて。そうよね、恥ずかしいよね、ごめんごめん、聞かないようにするわ。あらわわわわわって、千秋ちゃんお友達多そうだもん。いいな、リラも千秋ちゃんのお友達に入れてもらおうかな。お友達になってください。リラお友達いないんです面白いな。友達になろう、やった、お友達増えたよみんな、拍手、パチ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 、ありがとう千秋ちゃん、届くのを楽しみにしててね。ピンクで可愛く描きました
みんな拍手してくれた、優しいな。ひらすぐ拍手を求めるんだからって言われちゃう。ありがとう千秋ちゃん、来年もよろしくお願いします。ありがとう。次はしゅんさん。しゅんさんいるかな。いいな、そうそう、こちらこそよろしくね。ありがとう、よろしくだよ。やった、お友達。主催いないかもしれないから帰っちゃおうかな。お仕事で忙しかったかな。うん、いなさそうだね。帰っちゃいます。主催にはこの赤サンタを届けるよ。はい、かわいいです。おいしょ、おいしょ、きれいな。じゃあみんなに質問があります。もうすぐクリスマスですが、クリスマスといえば何をしますか？リラはさ、基本クリスマス仕事してきたから、もし仕事をしてないクリスマスがあるとしたら何をしているんだろうと思って。でもみんなもおたかつしてるか。あ、そうよね。え、おたかつでもいいや。あと何を食べる？今年何食べようかなと思って。クリスマス、クリスマスでしょ。だってクリスマスなんでさ、ね、何すんだろう。シュートレン、何シュートレンって。カタカナに弱い。なんだシュートレンって。あ、シュートレンってなんだ。何でもいいからチキンかな。あー、やっぱなんかリラケンタッキー普段食べないのね。チキンとか、あと骨があるチキンあまり好きじゃないの。ドイツのクリスマスケーキか。なるほど、美味しそう。え、おしゃれ。そう、骨があるさお肉食べないんだけど、クリスマスだけはケンタッキーのチキンを食べたくなるよね。わかるわかる。クリスマスくらいオタクしたくないけど結局オタクしちゃう。いいんだよ、それが幸せならそれでいいんだよ。楽しいことが一番。クリスマスなー、ケーキか。毎年付き合いでケーキ買ってるのを食べてる。あー、いいね、えらい。やっぱさ、そういう行事ごとにケーキとか食べるといいよね。結構保存がきくんよ、1ヶ月とか。嘘、それめっちゃさ、一人暮らしの私とかにはちょうどいいね。みんなも一人暮らしでしょ。だから一人暮らしじゃなかったごめんね。いいじゃん、めっちゃいいね。毎年サンタしてます。リアにもプレゼント、サンタさんプレゼントください。クリスマスは女の子に会いに行くって毎年休み取ってるな。間違ってない、大丈夫、間違ってないよ。大丈夫大丈夫、今年もリラに会いに来てくれるんだもんね。今年のクリスマスはみんなネイジョに会いに来てくれますか？25日、予定は何でしてますか？シュウさんありがとう、届くのを楽しみにしててね、ありがとう。では次に行きたいと思います。みんなありがとう、答えてくれて。次、本間さん。本間さんいますか？朝歯医者。クリスマスに歯医者。イルミネーションとかも見に行かなそうだよね、リラタ。うん、
でもイルミネーションは好きなんだよ、見るの。イルミネーション結構好きなのよ。でもね、寒いのが嫌だから。本当はね、あの暖かくてイルミネーション見れたら一番いいそんなイルミネーションないんですけど。呼んだ呼んだ、今呼んだ。おお、呼びました、ありがとう。ほんまさんはピンチキ4枚、1番2番4番5番、赤さん大会か。それで聞いてたかわかんないからもう一回言うんだけどね、黒サンタがちょっと諸事情でまだチェキが取れてないので、あの後日チェキ取ってちゃんとサインしておくので、今回は3枚だけでサインさせていただきます。今はありがとう。白サンタはこんな感じで、青サンタはこんな感じで、イルミネーションはこんな感じです。あ、かわいい、了解、ありがとう。で、赤サンタこちらデコしておきます。この お口にご注目ください。お口に注目して撮った時期です。ありがとう、かわいいかわいい、お願いします。ありがとう、かわいいよ、連呼してくれてる、ありがとう。いや、本間さんさっき答えてなかったから本間さんに質問しよう。クリスマスは何をしますか、そしてクリスマスは何を食べますか、どうぞ急に急に公開質問、恥ずかしかったら恥ずかしいですって言って。こういうのがね、恥ずかしい方もいるからね。幸せなおたかつです、よかったおたかつね、よかった、おたかつしてくれてありがとう。今年もおたかつしてくれるかな。よいしょ、サンタって可愛いよな。なんでこんなサンタ可愛いんだろう。明後日もおたかつ、いいじゃん。おたかつが一番楽しいなら、それで良いと思います。幸せだね、自分が好きなことするのが一番幸せよね。みんなありがとうだよ、本当に。こうやってね、みんな寝る時間を切り裂いてリラの配信を見てくれてるかな、ありがとうございます。黒サンタはかすみに借りたの、そう、かすみちゃんから借りましゅ。よいしょ、青サンタはレンニャン、そう、青サンタはレンニャン借りました。よいしょ、できたよ、ありがとう。届くのお楽しみに、ありがとうございます。で、これは可愛くサンタ仕様にデコデコしときます。かすみちゃん、リラの赤サンタ着るって言ってたよ。ほんと？いて、リラさ、
人にさ、何のちゃんと貸すか把握できてない。ありがとう、おやすみなさい。ピンクサンタもそのうち来そうですね。ピンクサンタはまだ来たことないな。リラ赤と白しか来たことなくて、今回青サンタ初めて来てだね。ピンク来たことない。ありがとうね、おまちゃん。オレンジサンタないの？あ、なんかあるよ、カラーいっぱいなんかね、ドンキホーテにね、いろんな色のサンタさんあった。こんなにサンタさんってカラーあるんだ、赤だけじゃないんだなって思ったそうそう、いっぱいあるらしい、なんでもありらしい。サンタさんだったら面白いよね。ではラストは、ゆいちゃん。ゆいちゃん、落ちてるかな。頑張って寝る時間切り裂くわ。切り裂いて、本当だよ、切り裂いてよゆいちゃんだよ。さっきいたからいると思われるんだけど、サンタさんな。ちょっと寒くなってきた。いたよね。寝てます。起きてるじゃないですか。ゆいちゃん、青サンタとイルミネーションください。ザリラちゃんと一緒にイルミネーション見に行きたいです。青サンタさんへ私だけの最高の笑顔のプレゼントください。おー、青サンタさんが私だけの最高の笑顔をプレゼントしてくれましたよ。じゃじゃん、イルミネーション。しかもね、リラあんまりハードしてもらわないんだけど、これもハードしてもらってるわ。これ最高の笑顔だよ悪い顔してんな。なんか笑顔だったつもりや、悪い顔してんな悪サンタだ。ありがとう。あ、村井さん、なんだこれ、星さんなんかキラキラしてるの、ありがとう。キラ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 、イルミネーションみんなで見に行きたいね。なかなかご時世で行けないですが、最高の笑顔ですね。わらわらわら、笑ってるやん、悪い顔わらわら。おいおい、最高の笑顔だぞ。笑顔が苦手な中川さんなので、このきっと青サンタも笑顔が苦手だったんだよはあ、面白い。可愛くピンクにしちゃおう。あ、はみ出した。大丈夫、ステージ上がファンにとってイルミネーションみたいに綺麗だから、かっこくさいこと言ってみた素敵、ありがとう。リアちゃんはクリスマス何するの？リアちゃんクリスマスライブするよ。でもさ、残念ながらお昼で終わっちゃうんだよね、ライブ。え、25だよね、クリスマスって。そう、どうする？引きこもるよね、まず寒いから外には出ないよね。ケーキとかチキンでも買って帰ろうかしら。ニラさん、タルト食べたい。タルトが一番好き。だからタルト探す旅に出ようかなライブ終わってから。みんなで行く？タルト探す旅。夜夜勤行くけど一緒に行く。何そんなロマンチックなことしてんの。ちょっと一緒に行くよ。行く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 行かせていただきますね。じゃあ配信待ってますね、時間切り裂いて行ける、切り裂いてくれるの。切り裂いてくれるんだったらちょっと考えようかな。デートくらいするふりしろや。じゃあ一緒にしますか、デート。あったかいところでお願いします。夜はメンバーでクリパ。あー、いいね。ご時世がなかったらクリパとかしたかったね。オンラインでしようかって言ったらみんなに、リレちゃん来ないでしょって言われる。いけません
家が好きなんです。すいませんね、私家が好きなんですよ。面白い、いいな、夜景行くのとかいいな。てか東京来てから夜景というものを見てない。イルミネーション、夜景って何？イルミネーションだったらさ、なんかちょっと遊園地とか行ったらさ、あったりしたりやったけど、料理配信とか、あー前してたんだよね。また近々やろうかな。クリスマスはするかわかんないけど一緒に行こうぜ、一緒に行こうぜ、やった、行きたい。いいな、素敵、羨ましい。みんなお友達とかって過ごしたりするのかな。六本木ヒルズのビルの中から夜景だよ。すごい、六本木ヒルズ、六本木って、リラさん大人の街だと思って行かないけどもすごい素敵、絶対綺麗だろうな。どうやって書かなきゃ、かあれ感じちゃった、大丈夫、バレてない、バレてない。よし、できた、リラさんと待ってるからね。分かった、じゃあ場所、集合場所だけ教えてね。じゃじゃーん、ゆいちゃんありがとう。ミラサンタからのプレゼント届くの楽しみにしててね。今年もありがとう、リアちゃん良いお年を。今年もありがとう、良いお年をです。ダメだよ、まだ会うよ、まだ会うけど良いお年をよし、というわけで以上、オンラインチキンのサインでした。黒サンタはね、後日撮影してしっかりサインしておくので、今年1年ありがとうございました、いいお年を。みんな終わるの早いよ、まだクリスマスにもらってないのに、なんかお別れみたいな挨拶しないでよ。おやすみなさい、おやすみなさい、良いお年を。まだダメ、良いお年を。よいしょ、というわけで今日は、そう聞いて、今日みおちゃんの朝のツイートでね、知ったんだけど、今日は冬至らしいです。今年もお世話にお世話になりました。2022年もよろしくお願いします。今日は冬至の日らしくてね、和音の運がつく食べ物を2つ食べたらいいことがあるんだって。でリラは2つ食べたよ。みんな食べた？多分年内会えないから良いお年を。あちゃま、良いお年を、ありがとう。知ってた？冬至の日にうんっていう食べ物をつく、うんっていう食べ、うんがつく食べ物を2つ食べたらいいなんて知らなくて。ゆず湯入ってる、めっちゃおしゃれいいね。リアは今日マックを食べました。ちゃんぽん、あ、そう、ちゃんぽんもいいね。マカロン、あ、マカロンも昨日食べた、マネージャーさんから差し入れいただいて。あのね、マックを食べてね、うんがつく食べ物2個食べた。じゃあさて、何のように2個食べたでしょうか。マックをそろう、そう聞いてよ、マックがさ、その質問みんな答えて、その間喋るから。あのマックのさ、ポテトの M と L がさ、明日、あれ今日水曜日、金曜日から変わっちゃう、金曜日までわかんないけどね、 M と L なくなっちゃうんだって。
輸入ができないんだって。そう、いつできになっちゃうの。だからね、あ、今のうちにマックのポテトいっぱい食べなきゃと思って今日マックのポテト食べた。ポテト悲しすぎる。あれはマックのポテト大好きなのに。悲しくて調子乗ってさ、L にしてさ、L 食べたけどさ、途中でお腹いっぱいになってさ、ちょっと残ってるまだ。あ、みんな知ってた?やっぱ悲しいよね。リラだけかと思った。やっぱ悲しいよね。ポテト S だけなの。アメリカのどっかの港で、なんだか、共水共水があったからみたいだよ。やっぱアメリカ輸入なのか。ハンバーガン。チキンナゲットも。しなしなのポテトください。あげるリラしなしなポテト食べれないので。あ、洪水か。ごめんね。おバカなの。漢字読めないの。業務スーパーでポテト買ってあるからセーフ。おお、じゃあ焼いて食べましょう。洪水、みんな教えてくれた。あちゃったあちゃった。洪水ね。大変だ、洪水。なるほどね。ポテト悲しすぎて。カナダ輸入らしい。そうなの？え、アメリカとカナダ一緒？やばい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 。バレちゃうわかる。カナダとアメリカちゃう、違うね。わかんない。はい、というわけで、リラが今日マックで食べたものは、まず、ハンバーガー、あとは、ポテト、あとは、まだ食べてないけど、ナゲットも買った。ナゲット、あと、それだけ。この中に運がついてるのが2つあるよ。まず、ハンバーガーが、ハンバーガーで、最後じゃなくてもいいのかな。ハンバーガーに半分ついてる。あとパンがついてるからあり。でナゲット30ピースのやつ買ったの。あ、30ピースのやつ買ったよ。安くなってた。ナゲットはさ、明日とかも食べれるからね、大量に買ってね、冷凍しといてもいいんだよ。やばい。ああ、でもね、一口も手つけてないまだ。もうお腹いっぱいだから手つけられるかどうかもわかんない今日。ナゲット一つください。あげるあげる、5ピースあげるあげる、送ってあげるよ。じゃあそう、ハンバーガーのんと、あとチキンナゲットで、チキンだからんが入ってるから、それで2個食べました。明日はいいことあるかな。リアちゃんのイチゴ食べてる YouTube 見ながらマック食べました。死にそうになってイチゴ食べてるの。ありがとうございます、見ていただいて。ナゲットのソースだけください。ナゲットのソースのね、あのバーベキューが一番好きなんだけど、今なんだかステーキソースっていうのがね、あのあってね、それがねすっごく美味しいの。あのね、チキンナゲットにすっごく合うの。え、食べて食べて、好き嫌いあるかもしれないけど食べて食べて。話したいことがあるっていうか、ちょっと怖かったけど平和な話でよかった。ごめんごめん、くだらない話だった。リラが話すのって基本くだらないから大丈夫、怖がらないね。ステーキ味美味しいよね。そう、本当に美味しいの。ハマっちゃってハマっちゃって、一つの単語に運が、二個運が入ってないとダメだよ。え、大変だ。そんな食べ物、ちゃんぽんしか、さっき言ってたちゃんぽんしか思いつかない。ナゲットのソースはバーガーキングのハニーマスタード好き。美味しそう。で、いや、マスタードがさ、食べれないの。そう。でも、マックのマスタードはね、まあ、ギリ食べれる。今度食べてみるね、バーガーキングのハニーマスタード。そんなくだらない話をして、すみませんでした。どうしてもマックの M と L がなくなることと、当時の日にちゃんとうんっていう食べ物を2個食べたんだよっていうアピールをしたかっただけ。ああ面白い。もうすぐクリスマスなのでね、みんな笑顔で幸せに生きていきましょう。ハッピーが一番だよ。いっぱい笑ったら幸せが舞い込んでくるらしいよ。
この時間にご飯の話は飯テロ100 100とバーン。大変、警察に突き出されちゃう。てかマジポニテ文字でいい。本当やった。じゃあ今度ポニテしちゃおうかな。25日ポニテしちゃおうかな。ちょろい、いいって言われたらすぐしちゃう。ありがとう。あとね、そう、クリスマスは24日はミニティフがあって、25日はアークジュエルのクリスマスライブがあって、リッチさんとシエルちゃんと、で26日もあの対バンライブがあって、で27、28、29日も対バンライブ、30日単独ライブ、31日カウントダウンライブと、あと4、5、6、9、10、11、あと6回しか今年ライブがないので、そう、年末感出てきたね。最後までジュエル年中楽しく駆け抜けていこうと思いますので、たくさんいっぱい会いに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。楽しいこといっぱい考えてるよ。すごいよ、6回もある、すごい、6回もある、すごい、嬉しい。ポニテのオタクなので、おお、ポニテ好きな方多いのね。そしてこの後はレンニャンからお借りした青サンタでチキチャをしたいと思います。このポニテルももうちょっと直して高い位置にして、青サンタでチキチャもしますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、リラがね今考えたんだけど、その22、23、24、25の3日間の間だったら、チキチャでリラは皆さんの願いを叶えてあげようかなというやつをやろうかなって。チキチャに来て、これしてこれしてってその場でできることを言ってくれたら、願いを叶えてみようかなみたいなのも考えてんだけど、どう思う？なんかみんなのリラはサンタさんになってるから、みんなの願い叶えたいなと思ったけど、どうやって叶えようと思って、難しいなと思っていろいろ考えてた。やんないかもしれないけど、まあ来て言ってくれたら、まあ願い叶えちゃうかもしれないよ。というわけでチキちゃんの方もお待ちしております。チキちゃん5分前になりましたって言われた。もうみんな受付もスタートしてるから、23時から23時30分でチキちゃんするよ。ぜひみんな遊びに来てね。どこまで叶えてくれる？できる限り叶えましょう。叶えてくれそうな願いしか思いつかない、叶えてくれなそうな願いしか思いつかない。どんな願いじゃ。結婚してくださいは無理だね。お前に結婚求めてねえよって言われるわ。願い悩んで夜も眠れないやつだ。面白い。まあわからないけど、ぜひ来てください。はい、では終わりたいと思います。今年もオンラインチキありがとうございました。来年もきっとあると思いますので、来年のもぜひよろしくお願いします。それでは以上、リラピオこと中川リラでした。メリークリスマス、イブイブイブだよ、バイバーイ。来年も会いま…あ、なんでもない、まだ来年じゃなかった。バイバイ、おやすみなさい。見てくれてありがとう。バイバイ。